今から全礼式をいたします。礼をバラボナ君、パロウェノドカさん、イノウェキコさん、イノウェルワさん、ファシロユウキさん、ヤマスタカオリさん、ヤマスタサヨコさん、最後にキムヨオクさん、皆さんここにおられる方々はご存知のようにクリスト信者になるために長い準備をしてこられました。今日大きな希望を持って入信の奇跡を受けようとしておられます。全能の神が慈しみを愛によってこの方を支えてくださいますように。主よ憐れみかまれ、主よ憐れみかまれ、キリスト憐れみかまれ、キリスト憐れみかまれ、おわせマリア、愛の前に祈りかまえ、血を養ってくださいました。あなたはまた水によって慈しみを示してくださいました。イスラエルの民は海を渡って解放され、砂漠では渇きを癒され、預言者は新しい契約を水の働きによって教え、
さらにキリストはヨルダン川で水を清められました。神よ、あなたは水を、洗礼を、遺跡に用いて、死に定められた人間を新しい命に導いてください。命の与え主である神よ、この水を祝福してください。あなたに呼ばれて洗礼を受ける人が永遠の命に生きるものとなりますように、私たちの主イエス・キリストによって不正さんと大夫大夫あなた方は悪霊とその働きと誘いを退けますか？退けます。あなた方は悪霊を捨てますか？捨てます。そのすべての噂を捨てますか？捨てます。そのすべての教えを捨てますか？捨てます。信仰宣言、あなた方は天地の創造主全能の神である父を信じますか？信じます。父の一人子を乙女マリアから生まれ、苦しみを受けて葬られ、死者のうちから復活して、父の右におられる主イエス・キリストを信じますか？信じます。聖霊を信じ、聖なる不変の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の復活、永遠の命を信じますか？レオ・バラグナ。私は父と子と聖霊の皆によってあなたに聖霊を授けます。この白い衣を、あの上のルカ。あの上のルカちゃん、私は父と子と聖霊の皆によってあなたに洗礼を授けます。井上紀子ちゃん、私は父と子と聖霊の皆によってあなたに洗礼を授けます。井上ルアちゃん、私は父と子と聖霊の皆によってあなたに洗礼を授けます。田代祐希さん、私は父と子と聖霊の皆によってあなたに洗礼を授けます。山下香里さん、私は父と
こと聖霊の御名によってあなたに洗礼を授けます。この白い衣を受けます。山下さよこさん、私は父と子と聖霊の御名によってあなたに洗礼を授けます。キム・ヨノクさん、私は父と子と聖霊の御名によってあなたに洗礼を授けます。この白い衣を受けます。望みながらキリストに従って歩みなさい。ライブの皆さん、キリストの光から火を灯し、今洗礼を受けた人に渡してください。先生の皆さん、あなた方はキリストの光、これはキリストのろうそく、あなたはこの火もキリストから受けてキリストの光をもたらすものとなりました。主イエスキリストが来られる時、すべての聖人とともに喜んで主を迎えることができるよう、いつも光の子として歩みなさい。Leo Barabuna Kun Alubes、 これはあなたの洗礼名です。おめでとうございます。
Pano Ue Nodoka San. Ferejia, これはあなたの洗礼名です。井上紀子ちゃん。アンナ、これはあなたの洗礼名です。おめでとうございます。井上ルアちゃん。ファウスティナ、これはあなたの洗礼名です。おめでとうございます。パシロ・ユキさん、ステファノ、これはあなたの洗礼名です。出ました、カオリさん。マリア、これはあなたの洗礼名です。おめでとうございます。山下・サヨコさん、アンナ、これはあなたの洗礼名です。オフィスロサ・マリー、これはあなたの洗礼名です。おめでとうございます。拍手しますよ。皆さん、私たちは主の過ぎ越しの神秘によってキリストと共に葬られ、キリストと共に新しい命を生きるものとなりました。四旬節を終えた今、悪霊をして神に従うという洗礼の約束を新たにしましょう。天地の創造主、全能の父である神を信じます。父の一人を心でマリアの神、イエス・キリストを信じます。主は聖霊によってあがり、乙女マリアから生まれ、御子ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられて死に葬られ、世に下り、御神に従う力を生かし、天に戻って全能の父である神の御座に着き、聖者と者を定めて祈られます。聖霊を信じ、聖なる天の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体を復活する永遠の命を信じます。アーメン。主イエスキリストの父、全能の神は御子と聖霊によって私たちに新しい命を与え、すべての罪を許してくださいました。神の恵みによって私たちがいつまでも主イエスキリストにとどまることができますように。アーメン。救いのために罪と死に勝ち、輝かしい勝利を得られました。私たちに先立って栄光に移られた主に大きな信頼と希望を持って祈りましょう。全教会が復活への信仰を強め、世界の中にあって救いの印となることができますように。救いを求めているすべての人々を主の復活の光で照らしてください。彼らが誠の希望に支えられて困難に打ち勝つことができますように。主イエス様を照らす光、アレルヤ。今日洗礼の恵みを受けて新しい命に生まれた人たちに聖霊を注いでください。生活を通して主の復活を証しすることができますように。主イエスは今日照らす光、
ハレルヤ。神であるの父よ、あなたは御子クリストを人類の頭として復活させ、私たちがクリストのもとに一つに結ばれることを望みになります。主の食卓を囲んで心を合わせて祈る私たちを強め、あなたの霊を豊かに注いでください。私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。今から感謝の賛美を入ります。どうぞお座りください。神よ、あなたの民の祈りを聞き、この供え物を受け入れてください。過ぎ越しの神秘によって始められた救いの噂を私たちのうちに完成させ、永遠の喜びに導いてください。私たちの主イエス・キリストによって、キリストの御名によって、キリストの御名によって、クリストの御名によって、クリストの御名によって、アーメン。Oh,
ご復活どうもされました8名の皆さん大変おめでとうございます。武蔵川岡の仲間としてこれから仲良くやっていきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。お祝いをしてですね、挨拶が長くなるとお腹も空いてるでしょうんでこの辺で終わりたいと思います。食前の祈りと乾杯をですね、池永さんにやってもらいます。池永副会長をやりますのでよろしくお願いします。じゃあ食前の祈りから始めます。父のことを精霊との御名においてアーメン。父よあなたの慈しみに感謝してこの食事をいただきます。ここに用意されたものを祝福し私たちの心と体を支える糧としてください。私たちの主イエスキリストによってアーメン。じゃあ乾杯します。ご復活おめでとうございます。乾杯。やります。あ、存分に食べてください。これ入った。